こんにちは、のぶです。557日目リボルブ、連続10回挑戦ということで、今日もちょっとね眩しいですけど、夏の光が、朝日が結構強いですけど、まあ負けないで頑張っていきたいと思います。よし、まあもう最近連日お伝えしてるんですけど、まあ、この動画が上がっている頃は僕はねちょっと入院していると思います。ただ入院中もやっぱり投稿していきたいので、入院前から計画的に動画を、撮影して、まあ、お届けしていますので、そこのところはご了承くださいということで、ね、やっていきたいんですけど、まあ自分はやっぱり自分にとってこう耳が痛いこととか言われたとしても、やっぱり言ってくれた方に対して感謝ね、普通だったら言わないですしね、感謝しながらで自分のその糧になるということを思って、ただ、過去のこと起きたことはもう何も変えられないので、そこはもうね忘れて、今どう生きるかって今をねやっぱり意識して いかないとなと思っています。ということで早速リボルブいきます。今から5分間ですね、やっていきます。では今から5分間やっていきましょう。よし、やるぞ、5分間。全体的にちょっと手前ですね。やっていこう、リフティングして、5回以内にちょっと回そう、ね、わっ、そうだね、ボールを見よう、ちゃんと。
しよし、いいぞ。そう言っちゃうな。行っちゃった。ということで、今日は最高8回でしたね。まあいいんじゃないでしょうか。やっぱり意識してボールをこう蹴る足、右足をやっぱりボールを蹴る瞬間を見るっていうのをやっぱりちょっとね。まあ、分かってはいるんですけど、やっぱりね、こう体で覚えるっていうのは まだまだなので、やっぱりね、日々やっぱり蹴る瞬間までボールをちゃんと見るということをやっぱり意識していきたいと思います。まあ徐々にではありますけど、まあ、それがねできてきているのかなみたいな感じで、なのでまあ次もね頑張っていきたいと思います。ということで、まあ、今日はそうですね、まあまあ多分この動画、まあ、もう、最初にねお伝えした通り、この動画が上がっている頃には僕は入院していると思います。ただまあ入院中もやっぱり投稿は、途切れさせたくはないので、まあ、入院前に計画的に動画を撮影して、入院中も投稿できるようにしています。ということで、まあ、そこのところはご了承ください。ということで、まあ、なんだろう、まあ、人はね、まあ、自分もそうですけど、もう嫌なこととか楽しいことももちろんありますが、嫌なことと、でもその嫌なことでも自分にとってめっちゃこう糧になるというようなことが多いと思います。でなかなかこう嫌なことって忘れられないですよね。僕もそうなんですけど、ただやっぱり意識をやっぱりどうしてもね、人間って嫌なこととか意識がこういっちゃうんですけど、でもねやっぱり人生一回しかないからね、同じ時間を共有してるのであれば、やっぱりまあ嫌なことじゃなくてもっといい方向にフォーカスをしていく意識を、そして自分はやっぱりこの今をやっぱり大事にしていきたい、今を頑張るっていうか、もっとねやっぱり一日見直していかないとなと思っています。ということで今日はこの辺でおしまいしたいと思います。ではもしよければチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。